デボルク、アンドレイ・エビチ・ワルタニャンデボルク、アンドレイ・エビチ・ワルタニャンは、ソ連の職業的諜報員。退役大佐。コードネームは、アミール。イラン系アルメニア人。ソ連ポ英雄。ロストフナ、ドヌに生まれる。父親のアンドレイ・ワルタニャンは、イラン国籍で、バター工場長だった。1930年、一家は、GPU の密命を帯びて、イランに出国した。 アンドレイは商業活動をカバーにしてイラン国内にエージェント網を作り上げた。息子のゲボルクも父親の影響を受けて諜報員となった。1940年2月、ゲボルグは中テヘラン NKVD 支局と接触し、イラン国内のドイツ諜報員の摘発に関するグループを率いた。彼のグループは2年間だけで約400人の ドイツ朝は法部関係者を特定した。1942年、さらに複雑な任務がゲボルグに付与された。当時、イギリスとソ連は同じ連合国側だったが、ソ連に対する破壊工作を継続していた。イギリスはテヘランに破壊工作学校を設立し、ロシア語を話す青年を集めて、事後のソ連潜入工作を準備していた。中央の指令により、 ゲボルグはこの学校に潜入し、学校と生徒に関する詳細な情報を入手した。後に、ソ連に潜入したイギリスの工作員たちは、無力化されるか、ソ連側に再重保されることとなった。1943年11月から12月のテヘラン会談出席者の安全の保障にも参加した。1951年、ソ連に帰国し、 エレバン大学外国語学部を卒業。その後、1992年までイリーガル、エージェントとして世界各地で活動した。2012年1月10日、モスクワで病死。87歳坊主。妻のゴアルもイリーガルであり、30年以上夫婦で、情報活動を行った。ゴアルは赤旗勲章を受章。1986年秋に引退。 ありがとうございます。